先に、こちらの内容を説明しますね。法律何々法というものがあって、その後に書かれているこういう細かい文字のところですね。他の法律名と、どういうふうにつながっていくのかというところなんですけども、これは先ほど弁護士さんに聞きに行ってきました。本日2024年、5月の15日。ごめんなさい。これもこういうふうにした方がはっきりと分かりやすいですね。自分で確認ができないんですよ。自分でこういうふうに画面見なかったら。六法全書を作られている方たちのその判断によって、後ろの方に書かれている、細かい文字のところは選ばれていて、すべてが全部同じではないと。こういうことでした。判例六法とかもそうなんでしょうけど、それも今日聞きました。ということです。一応記録につけておかなかったら何か忘れてしまったりするケースとかありますので、動画ということで、一応記録をつけておきました。以上です。